バドミントンのアジア選手権女子ダブルス決勝はほぼオリンピックを手中にしている高橋・松友ペアと逆転でのオリンピック出場を狙う福間・与那緒ペアの日本人対決になりました。世界ランキング9位の福間・与那緒ペアがリオへ行くには優勝するしかありません。日本から2組出場できるか、運命の一戦。序盤、福間・与那緒ペアが主導権を握ります。しかし高橋・松友ペアも反撃開始。松友が強烈なスマッシュを決めると4連続ポイントを奪うなど第1ゲームを先取します。後がなくなった福間・与那緒ペア、続く第2ゲーム。見事なコントロールショットを決め粘りを見せます。一進一退の攻防が続いた中盤、ここで福満が痛恨のミスショット。その後高松ペアにポイントを重ねられ敗れた福満・与那緒ペア、オリンピック出場の夢はここでついえてしまいました。胸が痛い ね、 そうですね。高松ペアはね、勝っても胸が痛かったと思うよ。だからやりにくかったじゃん。やりにくかった。世界ランキング9位の福間・与那緒ペアがリオへ行くには優勝するしかありません。日本から2組出場できるか、運命の一戦。序盤、福間・バドミントンのアジア選手権女子ダブルス決勝はほぼオリンピックを手中にしている高橋・松友ペアと逆転でのオリンピック出場を狙う福間・与那緒ペアの日本人対決になり、見事なコントロールショットを決め粘りを見せます。一進一退の攻防が続いた中盤、ここで与那緒ペアが主導権を握ります。しかし高橋・松友ペアも反撃開始。松友が強烈なスマッシュを決めると4連続ポイントを奪うなど第1ゲームを先取します。後がなくなった福間・与那緒ペア、続く第2ゲーム。バドミントンのアジア選手権女子ダブルス決勝はほぼオリンピックを手中にしている高橋・松友ペアと逆転でのオリンピック出場を狙う福間・与那緒ペアの日本人対決になりました。世界ランキング9位の福間・与那緒ペアがリオへ行くには優勝するしかありません。日本から2組出場で痛恨のミスショット。その後高松ペアにポイントを重ねられ敗れた福間・与那緒ペア、オリンピック出場の夢はここでついえてしまいました。胸が痛い ね、 そうですね。高松ペアはね、勝っても胸が痛かったと思うよ。だからやりにくかったじゃん。やりました。生きるか、運命の一戦。序盤、福間・与那緒ペアが主導権を握ります。しかし高橋・松友ペアも反撃開始。松友が強烈なスマッシュを決めると4連続ポイントを奪うなど第1ゲームを先取します。世界ランキング9位の福間・与那緒ペアがリオへ行くには優勝するしかありません。日本から2組出場できるか、運命の一戦。序盤、福間・バドミントンのアジア選手権女子ダブルス決勝はほぼオリンピックを手中にしている高橋・松友ペアと逆転でのオリンピック、後がなくなった福間・与那緒ペア、続く第2ゲーム。見事なコントロールショットを決め粘りを見せます。一進一退の攻防が続いた中盤、ここで福間が痛恨